はい、どうも皆さんこんにちは、リュポラです。今回はですね、当派のイベントスライム始めました、冷やしスライム始めましたかのですね、フリークエスト先行を稼げるクエストの攻略動画となります。今回の当派のパーティーはこんな感じで作ってみました。まあ、正直言って試作段階で、まあ、試しにこれでやってみて、まあ、普通にクリアできるかなくらいで、やってみたので、まあ、もっとね、いいパーティーはあるとは思いますが、私は今回はこれでいきたいと思います。はい、ニンファと、あとは、まあ、フクトで固めた方が良かったのかなと思ったんで、ヘリオスとアルドラ、マリナと、このね、マリナを入れる入れないをちょっとね、変えてみたんですけど、やっぱり僧侶がいないとスライム、この何ですか、スライム分裂するじゃないですか。分裂させてしまった後の処理がちょっと難しいなと思って、多分慣れれば必殺技でちゃんとでかいスライムを仕留めて戦っていけると思うんですけども、多分今の僕の現段階ではそれをできるだけの技量がないので、まあちょっと僧侶をつけて今回はやっていきたいと思っております。じゃあやっていきましょう。やっぱりね、じゃあ難しいフリークエストっていうだけあって、ちょっとね、早送り&オーダーオートをつけていくか、オートとかだけじゃちょっと厳しいかなと。あ、オートはつけてもつけなくてもいいか。まあ、とにもかくにも、やっぱね、最初の動画でも言ってたんですけど、最初じゃねえな、そのガチャの動画とかでも言ってたんですけど、このスローと暗闇か、これがかなりね、ネックになってくると思うんですよ。ものすごい連続攻撃をかましてくるんでね。なかなかね、この同じようなスライムが重なりすぎると当てづらいんですよね、必殺技が。よしやった。いいね、結構スマートに終わったんじゃないですかこれ。はい、とまあこんな感じでね、通常のスピードでやれば、まあ、倒せなくはない、てかもう普通に倒せますね。ただ去年と違うっていうのが、やはりオートモードがあるかないかなんですよね。このオートモードを使えばもう手離しててもね、クリアできるわけなんですよ。つうわけでね、この1個前のクエスト、
スラムの楽曲集レベル65、これがね、オートでいけるんですよ。ちょっとやってみましょう。まあ言ってもね、さっき一回やってみてオートで手離していけたんで、多分何もせずにいけると思うんですけど、若干ね、危ねえなって思う場面もあったわけなんですよ。こういうクエストってね、ところどころで違うこう展開になったりすることもあるんで、確率がね、必ず成功すればいいんですけど、余裕ですね。余裕余裕。これはなかなかいいんじゃないですか。こうして暗いプールに浮いてると、世界中にあなたと私しかいないみたいだね。ちょっと何言ってるかわからないですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、個人的にはね、やっぱり片手間にね、パパパってやっておきたいっていうのが願望なんで、まあ一回一回をちゃっかり先行稼ぐよりかは、こう別の作業しながら先行稼いだ方がいいのかなと個人的には思いました。ただまあさっきの方法ね、必ず成功するかどうかっていうのはちょっと何回かやってみないと分かんないんで、そこだけはちょっとご了承願いたいなと思っております。もっとね、いいパーティーとかがあれば、そちらもね、ぜひ参考にしていただければなと思います。というわけで、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。